じゃあ小林さんお願いします。はい、小林と申します。今日はですね、先週の LinuxCon Japan でですね、発表させていただいた内容と同じ資料を使ってですね、気楽に日本語でやらせていただきたいなと思います。でまずはまずこのセッションのタイトルなんですけど、シンプル&エフィシエントウェイトゥゲットラストローユーズインメインマップということで、私の、スライドを見た方はですね、私が前仮想メモリーについてだとか、あるいはマロックのことで Nmap システムコールを使って領域を取るだとか、いろんなそういう話を、していたのはご存知だと思いますけど、そういうことで Nmap って結構便利だなと思ってて、でいろいろやってるうちにこれって Nmap のこの機能を使えばうまくいくんじゃないかなと思ったやつが割とうまくいったので、そのご紹介という感じになります。でこれ LinuxCon の時の本番の時はですね、なんかもっといろいろゆっくり喋ろうかと思ったんだけど、気がついたら50分の持ち時間の半分ぐらいの時間で終わってしまって、英語だとあんまり話を膨らますのが難しいんですけど、今日は日本語なんでいろいろちょっと脇道もそれながらちょっと話していきたいかなと思います。で、このプレゼン資料はもうスライドシェアに上がってますので、私の名前でスライドシェア検索していただければ見つけることができると思います。で一応私の紹介ですけれども、初めての方も多分いらっしゃると思いますので、組み込みシステムというか、まだ多分組み込みっていう名前がついてない頃からずっとマイコン関連をやっています。で最初の10年ぐらいっていうのはですね、そのリアルタイム OS、当時まだリアルタイム OS ということもまだ知られてない時代だったんですけど、坂村先生のアイトロンの使用書とかを見て、でそれを真似して作って自分のプロジェクトで使ったりなんかしたことがあります。でその次の10年ぐらいはですね、組み込み機器向け の Java 仮想マシン の中身の方で仕事をしてました。アプリを作るんじゃなくて、Java のインターフェースとかアンカーベージコレクターとか、あと JIT のコンパイラーの試作もなんかしたことがあります。で最近はですね、GCC だとか Linux だとか QM だとか Android とか、オープンソースのもの、要するにソースを調べることができるものをですね、中心になんかいろいろやったりしています。で、分かったことはですね、オープンソースで分かったことは、とりあえずオープンにしようということなんで、ブログなんかもいろいろ書いています。自分個人のブログも持ってますし、一応会社のブログにもある程度自由に書かせていただいてますし、英語のブログはちょっと開いたんだけど、ちょっと更新が滞ってますけど、時々英語でも書きたいと思います。で、ツイッター私が好きで使ってますので、もしよろしかったら私のツイッターフォローしていただければと思います。で、この発表の動機づけなんですけども、デバッグとかトラブルシュートの時にですね、結局ログ出しますよね。こういうふうに。プリント F を使って、スタンダードエラーに出したり、それからファイルに出したりとかっていう、こういうものを、差し込んで使ったりもするわけなんですけど、それが非常に便利だと。そうじゃなくてデバッグは使うべきだとかっていう、いろいろアンケートがあって、これはプラスですけど、とりあえず私個人としては、やっぱり適材適所なんで、こうやってログを差し込んだ方が確実に取れて、なんかいいこともありますので、それはそれで否定しないと。でこれログをですね、いっぱいいっぱい入れていくとどういうことになるかっていうと、ものすごいたくさんログが出ることになります。でそうするとですね、プログラムの実行が遅くなってくるんですよね。で実はですね、これが私がやった時っていうのは、前回の発表でもしましたけど、ヒープの関連で問題があることが分かったので、マロックフリーのライブラリーを私が作ったデバッグバージョンに差し替えたと。で差し替えるとともに、そこで マロックとフリーのところで全部ログ出したんですよね。そうするとこれらの関数っていうのはものすごく頻繁に呼ばれるので、明らかに速度が遅くなるわけですよ。だから特に描画を行うような感じのものだと、中で例えば C++ とか使ってると本当に細かい単位でマロックフリーが行われるので、もうとんでもなく遅くなってしまうわけなんですよね、普通にやると。なのでこれをログ取れるのはいいんだけど、こんなに遅いんじゃもうバグを再現させるのもままならないしっていう、そういう状態になるわけです。でやってるターゲットっていうのはその贅沢ができるものではないので、もう組み込みシステムなんで、
そうすると、まあ、ラムもですね、やっぱりその無制限に使えるわけではないです。だからラム上にあのバッファーを取るにしても、そんなに巨大なバッファーっていうのは無理で、まあ、せいぜいキロバイトオーダーの、まあそうですね、64キロとか128キロやったらまあいいんですけど、まあ、当然なんかあの、ギガバイトのバッファーをメモリ内に取るとか、そんなありえないですね。ただあのストレージとして SD カードは使えるんで、まあ、SD カードも最近は容量が大きいのがありますから、まあ、あのでかいファイルを作ることは一応できるわけなんですけど、でも SD カードは遅いんですよね。結局あのたくさん大容量のファイルを作ることはできるけれども遅いんで、やっぱりこれもあんまりそういうことはしない方がいいと。でネットワークに関しても一応あるんですけど、あんまり大量のデータをネットワークでログしたりすると、それだけカーネルの動きが変わっちゃったりもすることもあるし、まあ、そもそもそれに依存すると、まあ、そういうことが使えない環境っていうのは組み込みではよくありますから、あんまりそのネットワークにもあんまり依存したくないと、まあ、そういったところがあります。で、ログを出すと、ブログをストリームに出すとやっぱりとっても遅くなるんで、まあ、ちょっとでも早くしたいなと思った時に、あのバッファリングするように、まあ、のが よくやる手だと思います。でそうすると ある程度ストリームバッファーに溜まったらあのファイルに書くっていうかするわけですから、まあ、その毎回あのフラッシュしたりするのに比べたら、まあ、当然早くはなるんですけど、肝心で困ることっていうのはやっぱり今トラブルシューティングをしてるんですね。なのであのそのターゲットっていうのは当然こうセグメンテーションポイントとかで落っこちるわけですよ。で落っこちた時に何で落ちたのかが知りたいんですよね。だけどバッファリングしちゃうと最後の最後の瞬間のログっていうのがバッファーに溜まったままだからもう出てこないわけですよ。これじゃあ肝心なところができないから使い物にならんと。でしょうがないからっていうことでアンバッファードっていうことで、まあ、念を入れて何か書いたら F フラッシュとかすると、毎回 F フラッシュすると、そうすると、まあ、あの落ちた時には最後のログがこのファイルに残るのはいいんですけども、やっぱり遅くなるんですよね。で元の目安だと。で必要なのは早く、なおかつ最後の瞬間が見たいと。これどういうふうにしたらいいかなというふうに思ったわけなんですけど、で私がこれ気づいたのはですね、もう一つ要素があって、あのログを頭から全部取るっていう、その3要素があって、速さを取る、速さとあの最後のログを取るっていうことと、あの最初から全部取るっていう、その3つの要素のうち、その3つ全部はあの多分あの実現できないと。3つのうち2つは多分実現できると思うんですよね。要するに最初から最後まで取る、最初から取るのと最後まで取るっていうのだけしてて、遅くてもいいんだったらバッファリングすればいいわけじゃないですか。バッファリングをやめればとりあえずあの最初から最後まで全部出ると。だけども速さを入れようとすると多分その3つは無理で、で多分今欲しいのは速く&あの最後なんで、最初から取るっていうのはここで諦めると。そうすると最後の瞬間だけ、まあ、あの早く取るっていう風にちょっとターゲットを絞った状態でやると、まあちょっとアイデアが浮かんでくるわけですね。で基本的に見つけたアイデアっていうのは MWAP を使って、その、あのメモリ領域っていうのをそのファイルに紐付けしておくという、そういう状態 あのメモリの使い方をしたらどうかと。でメモマップの使い方っていうのは、まあ、何種類もあるのご存知ですけど、存知だと思いますけど、あの前回の M マップのバロックの時にあ の使い方としてあるのは、そのファイルには紐付けずにアノニマスとして使うと、あのただ あのゼロクリアされたメモリ領域として、まあ、使うことができるというのがありました。あとそれからよくある使い方としては、ファイルに紐付けしてリードオンリー、あるいはリードライトでやると、リードライトでやって、なおかつプライベートの使い方ですると、それ要するに高速なあのファイルの読み込みということができるんですね。例えばあのダイナミックリンカーとか、あるいはあのプログラムをカーネルがイフジックした時とかっていうのは、そのプログラムの実行ファイル ELF ファイルをメモリ上に、まああたかも読み込むようにするんですけど、実際に今 Mmap であのマッピングしてるだけなんですね。でさらにそれはプライベートでやってるわけなんで、書き込みがあった時にはコピーオンライトされるというような、そんな感じになってるわけです。で今回はですね、シェアードメモリーとして使うというふうにすると、あの要するにプライベートで使ってると、読んだ時には内容は一緒だけど、その後書き込んだ内容っていうのはファイルには戻ってはいかないわけなんですね。だけどもシェアードにしてあの状態にしちゃうと、あのファイルにマッピングした状態のメモリーに書き込んだら、その書き込んだ内容がファイルに戻されるはずだと。
でそれでどうだったら そこにあのリンクバッファーを置いたらうまくいくんじゃないかなと思って試してみたわけです。で図でしますとこんな感じですね。こうターゲットのプロセスがあって、でその中に、まあ、あのリンクバッファーを用意するんですね。でこのリングマッパーをただのメモリではなくて、ここの部分のエリアっていうのを MMAP を使ってそのファイルとあの対応付けをしておくと。でここにあのログをどんどん書いていくと、まあ、リングマッパーだからぐるぐる回って、まあ、最後の一回りのところだけはメモリにあるわけなんですけども、その部分がそっくりファイルとしてもアクセスできるんじゃないかと。であのそのプロセスが、まあ、まんまとセグブイして落っこちるわけです。で落っこちると、まあ、ここの部分 あのプロセスっていうのはもう強制終了させられてしまうわけですから、もはやここの部分にっていうのはもう跡形なくなってしまうのでアクセスすることができないわけですね。なのであのバッファリングした状態だとファイル最後にファイルに書き返しされなければもうこの部分っていうのはアクセスすることができないわけなんですけども、今回の場合だとこの内容っていうのはここに残っているわけなので、このファイルを後からあの開いて見てみれば最後の瞬間が残っているのではないで、これはリングバッファーなんで、要はあの、まあ、いわゆるバイナリーと同じ扱いですから、どこが先頭かとかっていうのは中にポインターが入ってたりするわけなんで、ちょっとこれをあのテキストエディターで開いてみるのはちょっとつらいので、やっぱりあのこの どこが先頭であるかっていうのを見るようなあのプログラムを通してやっぱり見る方がいいので、まあ、このファイルをこのログファイルをあのやっぱりマッピングして、で そこで、まああのリングバッファーのポインターがどこにあるかを見て、でそこからあの呼び込んでダンプするような、まあ、ユーティリティっていうのを、まあ、同時に作って、まあ、使います、まあ、これらのプログラムはそんなあの難しいものではないので、これも実際には困ってから現場で数時間で私の同僚が作ったもので、まあ、それがベースになっているわけです。そんなあの大変なものではなく、あのそのリングバッファーに書き込むところもこれから読むここから読み出すところっていうのも大体、まあ、あのデバッグ経験のあるエンジニアだったらその辺のものっていうのは自分用のライブラリとして持ってると思うので、それをパパッと組み合わせると大体できちゃいます。大体100行ぐらいなんですよね。で、ここでついての話なんですけども、ログを出す時のフォーマットとして、テキストで出すか、あとそれからバイナリーで出すかっていうことがあるかと思います。テキストで出すっていうのは要するにもうプリント F でもう文字列として入れる形で出すっていうことですね。でこれはやっぱりあのもう簡単だし、簡単にあの変更やり方を方式フォーマットを変えようとしたらすぐささっと書き換えればやったら簡単ですよね。でそもそも人間があの読むことができるわけですが、特別なツールはいらずにそのダンプをそのままちょっと読めばあの理解することができると。ただしあのやっぱり遅いと。でデータサイズも大きくなりますよね。例えばそのインテジャーのアドレス4バイト小のアドレスをやっぱりテキストフォーマットでやったら結局8桁の文字になるわけですから、その分やっぱりデータ量とかって一応増えるわけですよね。だからまあそれもでは遅くなってしまうと。でその反対にまああのやっぱりこの普通は私はログ出すときはテキストが好きでこっちを使いますし、まあ一応ユニックスの文化っていうのは基本的にそういうのはもうテキストでやるのが一応文化的なところだと思うので、まあこういうふうにするわけなんですけど、でまあどうしても今回の場合は速さを求めたかったので、まあバイナリーにしよう。バイナリーとテキストの違いっていうのは結局その反対の意味になるわけなんですけども、結局バイナリーだと速いですね。あのデータも膨らまずに小さいままです。ですけども結局あの柔軟性に欠けるわけですよね。あの文字列を書けばいいわけだけではないので、多分書き込むときになんか多分そのストラクチャーかなんかを一応定義してそれに従って書くみたいな感じにしなきゃいけないですから、その出したい内容を増やしたりしようとしたらそういうところをもう書き換えたりしなきゃいけないし、であのヒューマンリーダブルではないわけなので、見るときにはこれは16進ダンプとになめっこするのはやっぱ辛すぎますので、やっぱりあのなんかそのこのストラクチャーの内容を解析するようなデコーダーもやっぱり同時に作る必要があるだろうと。そうするとあのこれを出す内容を変更しようとしたらいろいろちょっといくつかのところを変えない連動して変えなきゃいけなかったりするわけなんで、まあ、フレキシビリティにおいては、まあ、テキストには劣るわけなんです。ただし、まあ、速度は速いと。でも今回の場合はですね、さっき説明した通りリングマッファーを読むために何らかやっぱりデコーダーみたいなものがあった方がいいもんで、で、まあ、速度も大事だということで、今回私はあのこの限ってはあのバイナリーのモードでログを出すように今しました。
で、まあ、肝心なところっていうのは多分この部分だと思うんですけど、じゃあメモマップのシステムコールを使ってそのメモリーとファイルを紐付けた状態で開くにはどうしたらいいかっていうことなんですけど、今回の場合だと、まあ、リンクバッファーの中身は最初空っぽでいいんで、あの新規のファイルとして、まあ、ユニークなファイル名を、まあ、こうセットしてオープンすることにします。でこんな感じでオープンすると、あの、まあ、ファイルがあればそのファイルが開かれるんですけど、なければクリエイトされるわけですね。でその状態だと、あのファイルっていうのは空っぽなんですけど、空っぽの状態で Nmap しようとどうもどうもうまくいかないんで、あの Nmap で取りたいサイズ、まあ、要はこれリングバッファーのストラクチャーのサイズなわけですけど、まあ、そのサイズ分は何らかデータをなんかこう書き込んで置いておく必要があることにが分かりました。なので、まあ、これは簡単になんですけど、次のページでこの中身は説明します。で、必要なのはこの Nmap のところでのこの、引数の渡し方なんですけど、ポイントはこのところですね、マップシェアドっていうふうにつけるんですね。ここは普通はあのマップ、プライベートとかマップアノニマスとかっていうところを指定することが多いんですけども、まあ、共有したいので、ファイルと共有したいので、その、オープンしたファイルディスクリプターとをセット、それからマップシェアドというのを指定します。で最初の引数は、アドレスなんですけども、まあ、NULL を指定しておけば、あのユーザー空間のメモリの中で空いているところにカーネルが割り当ててくれますから、普通は、まあ、NULL を入れておけば、まあ、言って、でサイズは等しいサイズですね。でこれは read write の属性で、この、ファイルディスクリプター最後の0っていうのはオフセットなんですけども、まあ、0なので、あのオフセットでは要するにこのファイルの先頭からをマップするというそういう感じになる、まあ、普通はだからこんな感じの使い方でいいかと。で一応、返ってきたこのアドレスっていうのが、あのマップフィールドだったら何らか失敗してるんで、まあ、まあ、とりあえず今回はとりあえず、まあ、アボートしてやってますけど、まあ、なんかそういう場合はあの対策してください。普通にマップが選んだことはめったにないんですけども、ただあのアウトメモリーとかっていうのは起こすことがありますね。ものすごく大量にあのバッファーを取った場合とかっていうのはそういうことが起こる可能性もありますね。それは一応で、Nmap してしまうとですね、もうこのファイルディスクリプターっていうのはもう使うことがないんで、もうこの場でクローズしちゃって構いません。クローズしても、もうカーネルの中としては、このファイルとこのメモリーが紐付けてあるっていうのはもう覚えてくれていますので、もう FD がもう必要ないと。で、その次のページでは、この、フィルのところなんですけど、これはただ単に、そのファイルに対してこのサイズ分だけ書き込むっていうことなんですが、まあ、今回の場合はあのメモリーにいろいろ扱ってたんで、その多分あのそのサイズ分をとりあえず一旦紙に丸くして、でそれを、まあ、中身は何でもいいんで、まあ、ゴミ書くのが気持ち悪かったら一旦ゼロクリアして、それをあの1回のライトのシステムコールで書くこともできるわけなんですけども、今回はあんまり余計なバッファーを使いたくなかったんで、とっても単純に1バイト分のローカル変数をそのサイズ分だけループで回してみました。まあ、最初の1回だけなんで、まあ、これでもいいかな。まあ、まあ、何らかの方法でとりあえずこのファイルにこのサイズ分だけ何かが書き込まれれば、まあ、大丈夫だと思います。この辺もしかしてなんかカードの中に詳しい人がいて、本当はこうやるのが一番いいんだよっていうのがあれば、なんかサジェスションしてくれるといいかと思いますけど、少なくともこれでできたということです、はい。で、シンクロナイズ同期ということで、こうやって紐付けメモリとあのファイルが紐付けできることは分かったんだけども、その内容が常に一致している保証はあるのかどうかという話ですよね。で、まあ、これに関してはまずマニュアルをガーッと調べてみたんですけど、 Nmap だとかのマニュアルをガーッと見ていくとですね、一応別に常に全ての瞬間においてこれが内容が一致しているということは保証はされてないそうです。まあ、多分中に何重にも高速化のために中間的なバッファーとかがもしかしてあって、でそのバッファーの都合であのファイルとメモリっていうのは、まあ、一致しない瞬間があるのかもしれないな。それはもう多分カーネルの中の深い実装にもよるのでわからないんですけども、まあ、とりあえず一致してる瞬間っていうのが保証されているのはこの2つです。あの Msync っていうシステムコールをあの明示的に読んだら、その時にあのそのメモリの内容とファックはファイルにあの吐き出されて一致します。あとそれから、Mmap っていうので、もうこのメモリはもう使わないよっていうので、なんかこうキャンセルしちゃった時にはその時に一応最後のそのメモリの内容っていうのはファイルに吐き出されるということはマニュアルに明記してありました。
なので、まあ、今回の場合っていうのは基本的にあのプロセスがこうクラッシュした時に最後の瞬間が見えてるかどうかっていうことなので、まあ、プロセスがクラッシュしたとしてもですね、そのプロセスの中で使ってた、まあ、メモリー Nmap していたメモリーっていうのは全てあの Unmap されるということは一応カーネルのソースの中を見て確認しました。なのでフラッシュしてアボートしたとしてもカーネルが、まあ、アンマップしてくれると。でアンマップしたときにその最後の内容がファイルに書き出されるということなので、まあじゃあこういう使い方をしたとしても最後の瞬間は確実にファイルの中に残っているんだろうと。でちなみにやっぱり一応自分で確認するためにですね、あのファイルがクラッシュしたときにあのコアダンプを吐くような設定にしておいて、そのコアダンプの中に残っているそのリンクマッパーのメモリーを、まあ、デバッガーでファイルにあの吐き出させて、でそのファイルと一致してるかどうかをコンペア一回してみました。まあ、ちゃんとあの大丈夫でした。でちなみにあの普通にコアダンプをするとですね、今回のようなファイルに紐付けされたメモリ領域っていうのはコアダンプの中には入らないんですよね。で、コアダンプフィルターっていうのを設定でですね、そういうメモリもあのコアダンプに含めなさいっていう指定ができるので、それをするとコアダンプの中にあの今回のようなファイルに紐付けされたメモリ領域もあのメモリとしてコアダンプファイルの中に含まれることになります。でデバッガーでそれを見て、まあ、あの確認したと。まあ、要するにこんなことをしなくても今言ったようにコアダンプを作らせてデバッカーで見れば一応わかるわけなんですけど、それはとても面倒くさいんですよね。やっぱりこの現場だといろんな人が関わってるわけなので、クラッシュした時にこの情報だけ取っておいてくださいと頼んだ時にあの簡単な方法でないとそれをやってもらえなくて、デバッカーで開いてどう思うんですか、ここを見てくださいみたいな、あまり手順が長いと他の人には頼めないので、まあ、自分がずっと張り付いてれば、まあ、そんなツールをただ作らなくても毎回デバッカーでやればよかったかもしれないですけど、まあ、やっぱり簡単に使いたいということなので、まあ、他の人にそういうのをあのクラッシュした時の情報を取っておいてもらうという意味で、まあ、今回のようなものを作っていたということですね。で、まあ、一見うまくいっていたような感じなんですけども、いろいろなことを試しているとですね、あのまずい時があることが分かりました。というのはあの追っかけているプロセスがですね、フォークした時です。で、まあ、先ほども言いましたけども、あのメモリーがですねプライベートなメモリー、まあ、普通はプライベートなメモリーを使うんですけども、その時にはですねあのフォークした時に、まあ、フォークした後あのチャイルドプロセスがあの書いた時っていうのはカーネルがコピーオンライトの仕組みを使ってなんかうまいことやってくれるので、あの全然あのそんなことは気にしなくてもいいわけなんですけども、あのシェアードメモリーの場合っていうのはこういうことは起こらないんですよね。なのでナスがままのような状態になってしまう。でここでちょっとコピーオンライトについて軽くもう図で説明させていただきます。で実際にプロセスのメモリっていうのはまあ、本当はたくさんあるんですけど、とりあえず図をシンプルするために1ページの分だけ書きます。プロセスの中にある1ページのメモリっていうのは、まあ、これをここから点線の上は仮想メモリ空間だと思ってください。で下は点線から下は、まあ、物理メモリだと。要するにこのメモリっていうのは物理メモリ上のどこかなわけで、こういう対応付けがあるわけなんですよね。で、フォークすると、フォークした直後っていうのは、親プロセスと同じ内容がチャイルドプロセスにあって、これはあたかもコピーしたように見えるんですけど、実際にはこれらのメモリっていうのは同じところを指しているわけなんですね。で、まあ、チャイルドプロセス、まあ、親プロセスですよ。要するに書き込みがあって両者の内容が違う状態になったという瞬間にですね、カーネルはそれを検知して内容をコピーして、でこの対応付けをやり直して、でこの瞬間にこのメモリっていうのは2つの別々のものになるっていう、そういう仕組みになっています。でこれは全部書き込みを行った時にメモリホールドが起こって、カーネルがやって、カーネルのメモリホールドが戻ってきたらもうこうなってるわけですから、これらのプロセスからは まるでそんなことは全く気にせずにカーネルが全部やってくれているわけです。でもこの仕組みはですね、ファイルに、
紐付けされたメモリでこういう場合はどうなるかっていうことなんですけど、まあ、これが情報プロセスの中のこのページがこのファイルと紐付けられてるっていうのは、まあ、さっきの図はこれとこれをこうやって点線で結びましたけど、現実的にはどこかに物理メモリがあって、その物理メモリがこのプロセスの中のメモリと対応してるし、ファイルにも対応してるっていうような、こういう感じになってるわけなんですね。で、この状態でこのプロセスがフォークされるとこういう感じになるわけなんです。ただ単にその対応付けが1個増えたわけなんですよね。そうするとこの瞬間っていうのはこれらの3つっていうのは同じところを指しているような状態になります。で、ここでそれぞれあのログを書こうとして、まあ、こうログ書き込みをすると、でこっちもログ書き込みをすると、でどうなるかっていうと、まあ、このまま素直にあのログが書き込まれるわけです。これが書き込まれるとこれはここに反映されているわけで、これが書き込まれるとこれはここに反映されるわけです。そうするとどういうことかっていう、この2つのもう本来は独立したあのプロセスのはずなんだけども、ログが混ざっちゃうわけです。これはちょっと最初の意図とは違うので、こういう風になってもらうのはちょっと困るなと。結局これプロセス分かれたんだならば、それは別々のファイルにやっぱり なんかなってほしいなということで、でこれをどういうふうにするかっていうとですね、フォークした直後にあのコプロセスの側っていうのはこのリングバッファーを作り直すべきなんですよね。でその作り直すっていうのをあのどういうふうにしたらいいか、まあ、マニュアルを見たんですけど、実は便利なコマンドがあの関数があってですね、pthread@fork っていう関数を使うとですね、そのプロセス、あのだからフォークのシステムコールの、その、前とか後とかにそれぞれフック関数をですね、登録することができるんですね。なので、この仕組みを使って、フォークした直後に、あのコプロセスで呼ぶべき関数っていうのを登録することができます。でその関数の中で、それまで使っていたあのリングバッファーは一回もうあの削除して、新たにファイルを作ってリングバッファーをあの作り直すっていうことをすれば親プロセスと混ざらないということですね。でその時にですね、このファイルネームを使うわけなんですけど、同じファイルネーム使ってたら結局元の木阿弥なので、ただしそのコプロセスもコードそのものは同じわけですよね。なのでコードは同じなんで、あのその区別をするためにですね、そのファイルネームの中にプロセス ID が含まれるようなファイルネームにすると、そうすると親プロセスと子プロセスであのロジックは全く同じだったとしても、結局できるファイル名は一応違うファイル名になりますので区別ができるということになります。でそうするとこういうその2つの仕組みをやることによってこういうふうにうまくいくようになりました。要するにここの親プロセスはプロセス ID が358番でした、でフォークした時にプロセスは359番プロセスができますと。で作っておくファイル名っていうのはこのプロセス ID が後ろにつくようにしておけば、あの違うそれぞれ違うファイルになりますので、でプロセスはフォークした直後のフック関数によってこのファイルをオープンして、さっきのように中身を入れてうまくし直すというふうにすれば、一応別々のものになりますから、ちゃんとあの混ざらないで使えるようになるという感じです。で3番にですけど、まあ、こんな風にですね、あのファイルに紐付けしたあの共有メモリーっていうのは割とあの想定した通りうまいことできました。最後のクラッシュしたところの瞬間っていうのもこれでファイルに残りますので、割とあの簡単な仕組みであの効果が上げられるような感じがします。まあ、気をつけなきゃいけないのはやっぱりそのプロセスがフォークした場合で、まあ、フォークした場合でもこのような紹介したような方法でまあ対策できるわけなので、まあ、ここまで含めてまあやっておけばまあいいかなというふうに思います。で Linux コンの時にはですね、あのここでティム・バードさんがあのコメントをくれまして、あの、まあ関連 の, その K メッセージに書き込んだらどうかっていうふうにあのサジェスションをいただきました。でその時には、まあ、そういうものがあることは知っていたんですけど、あまりそこは想定してなかったんですけど、まあ、それで後でいろいろ調べてみますと、まず K メッセージ、スラデブスラ K メッセージというデバイスファイルがありまして、そこに書き込むと、それというのはカーネルの中のログに入るので、そのあのカーネルのログダンプ、まあ、普通コマンドで言うと D メッセージ、そのコマンドであのカーネルログを見ることができますけども、そこで一緒に見ることができます。
ただし普通の状態だとそこの、スラデブスラ系メッセージの、に読み書きできるのはルートだけなんですよね。なので、まあ、そのプログラムをルート権限に動かすのはとりあえずは使えるわけなんですけども、まあ、そうじゃない場合だとちょっと使いづらいかなと。あとそれから、カーネルのログっていうのは基本的にテキストで全部入ってるわけじゃないですか。まあ、本当は さっきの TFAZ の話にありましたけど 3.5 からは実はカーネルログもなんか、ちょっとただのプレインテキストじゃなくてちょっとストラクチャー化したわけなんですけども、まあ、基本的にはテキストなので、そこにいきなりバイナリのものを書き込むとですね、普通の D メッセージとかでダンプした時にぐちゃぐちゃになっちゃうので、これは多分評判が悪くなるだろうと思いますので、まあ、K メッセージを使うときっていうのは、まあ、ルート権限があるということと、それからとりあえずテキストで書くというふうな、そう簡単にちょろっと出すときには、まあ使えるんじゃないかなと思います。あとそれから、オーバーヘッドの点で考えると K メッセージそのものは一応メモリオペレーションだけで済むわけなんですけども、やっぱりそれシステムコールを呼ばなきゃいけないので、システムコールの呼び出しの部分はちょっとオーバーヘッドがあるかなと。私の考えたやつっていうのは、ログ書くときには普通に自分のプロセスの中でリングバッファーに書くというメモリオペレーションだけなので、そこに関してはオーバーヘッドっていうのは非常に少ないんじゃないかなと思います。で、書いてるときには本当にそれだけなんで、普通はIO のリクエストっていうのは出てこないんですよね。で、クラッシュ してから初めてカーネルが多分アンマップをトリガーにして書き出すっていうことになると思うので、まあ、結局IO のリクエストっていうのは本当最小限で済むから、オーバーヘッドはとても少ないんじゃないかなというふうに思います。というところが K メッセージとの比較でした。こんなところですかね。というわけですけど、何かご質問とかあとコメントをいただけないでしょうか。いかがでしょうか。はい、どうぞ。Android のログシステムと比べて、はい、どういうところが、まあ、もちろんバイナリーっていうお話がメインになるからちょっと違うと思うんですけど、 K メッセージの話が出たんで、はいはい、Android のログシステムは、まあ、よくできていると思ってまして、はい、これは浜田さんも多分ご存知だと思うんですが、比較してちょっと説明していただいているとそうですね。K メッセージは先ほど言った通りルートしか書けないようになってたんですけど、Android の、ログの場合はですね、読むのはルートだけなんですけど、書くのは一応誰でも書けるようなパーミッションになってるんですよね。で、Android の場合、私の資料どこか結んでて、まあいいや、なんか図も書きましたけど、やっぱり同じようにカーネルの中にバッファリングしてくれていて、で、確か4種類ぐらいに分かれているんで、用途ごとになんか別のバッファーを使えるようになってとか、なんかやっぱりAndroid のシステムの固有なところに即した状態になっているような、まあ、感じはします。なので、まあ、Android だったら、まあ、それを使うっていう手もなんかあるかなとは思いますけれども、まあ、今回の場合はそういうシステムではなかったので、であとそれから本当にマロックフィーのログっていうのはとんでもなくたくさん出てくるので、そういうのはやっぱり自分のプロセスだけでやりたかった。要するに他にシステムワイドのやつやるとこれなんていうのかな、もう全部混ぜて使うにはあまりよろしくない、よろしくないっていうか、この大量すぎるやつをなんかシステムのところに入れるとちょっとあれかなとかって思いましたので、まあ、やっぱりその今トラブルシュートの対象にしているやつだけで閉じるようなシステムの方が良かったかなというふうに思います。まあ、結局それっていうのは場面場面いろいろな状況があると思いますので、まあ、全て万能っていうのはなくて、それぞれ用途に応じて使い分けるのがいいかなというふうに思っております。あと何かございますか。じゃあついでにですね、その話題に出した前回のやつもちょっとだけ舐めるぐらいちょっと見てみようかな。これその前に、エンベッドネットカンファレンスだから、今年の2月ですね、2月に、アメリカで、行われた ELC の時に発表した内容です。で、その後、やっぱりジャンボリーでも日本語でやってるわけなんですけど、ここで何をやったかっていうと、マロックフリーでトラブった時にデバッグバージョンを作りましたと。で、デバッグバージョンで作る時に、じゃあ、カーネルから直接メモリを割り当ておくようにはどんなシステムコールを使ったらいいかっていう話にした時にですね、
ブレーク S ブレークを使うか M マップ R マップを使うかっていうふうに話をしてて、でまあ S ブレークブレーク S ブレークは結局、システムの標準のマロックが使ってるからそれと邪魔しないようにこれは自分で使うときには使わない方がいいよと言って、じゃあ、マロックを使い、M マップを使いましょうって言ったときに、こんなその時の使い方ってのはこういう感じなんですよね。ただ単純にメモリーエリアが欲しい時に M マップを使ってやるやり方っていうのは、さっきとこの部分が違いますね。ここのところっていうのがこれプライベートと、まあ、アノニマスっていうのの OAO でのフラグでやってますけども、さっきはここがシェアードにして、でここのところの引数で、ファイルディスクリプターを指定したという、ただ単にメモリーが欲しいだけだったら、まあ、こういう感じにしてファイルディスクは当然設定する必要ないし、で先頭のところはナルにしておけば空いてるメモリー空間にカーネルが割り当ててくれるという、まあ、こんな使い方っていうのが、ただ単純に要するにあとマロックのようにメモリーをカーネルからもらってくるときの使い方、まあ、結局マロックっていろんなメモリーとファイルっていうか統一的に扱えるカーネルのその仮想メモリの仕組みっていうのが非常によく表れていて、なんかいろいろ面白い使い方がまあできるということのまあ紹介でした。まあ以上ですね。はい続いての話でした。何かコメントとかございますか。はい、どうぞ。こっち のマロックの話で、こっちもアンドロイドでも最近ちょっと変わってきて、ピンメムっていうやつがあると思うんです。はい、あれ、あの時は最近ないんですよ。そうそう、最近だからなくなって、IOM でしたっけ、変わってきて、ピンメムってやつがあると思うんですけど、まあ、今後のね、その流れとして、そういうもので置き換わる、組み込みだけでいうと置き換わるような可能性があると思います。もう PM は使われてないと思います。あ、いや、PM は、はい、すればいいです。はい、この M マップを使ったやり方と、M マップは多分標準のやり方だった。Android はそれでできないから、無理やりデバトラ作って、そういうものになってると思うんですけど。いや、レイヤーが違うと思うんですよ。結局、M マップは、その、ユーザープログラムからカーネルに対して、まあ、要するに、カーネルに何かしてもらうためにはシステムコールを毎日やるじゃないですか。で、その入り口が M マップなわけですよ。で、どれと対応付けるかっていうことで、そういうなんか特殊なデバイスということで開いているのが IO とかそういうやつだ。だから結局使うときは M マップシステムコールを通して使うことになると私は思いますけど、違うんですかね。ちょっとすぐ思い出せない。バインダーなんかどうやってたかちょっと。例えば、Android のアッシュメモなんかも、結局あれは開いて、そうすると FD が取れるんで、それを使うときには M アップでメモリー割り当てるわけですから、だから結局どういう性質を持ったデバイスを作ってくれるかっていう話で、それをメモリーに割り当てるときには全て M アップでコールを使う。それしかないです。はい、はい。そこを変えることは多分あんまりないんじゃないかなっていう気がしますけど。あと、これなんか、IT プロかなんかに。M マップ自体は、まあ、ファイルには書くタイプでカーネルお任せですよって感じがあると思うんですけど、はい、まあ、どこかでファイルと例えばバッファリングしているファイルが上限に達した時点でフラッシュが自動的にかかると思うんですけど、ね、はい、それが、まあ、サイズによって例えば 4K にしたり 8K にしたりとかによって速度がだいぶこう変わる、性能向上にした時に変わるっていうような報告が IT プロにあったかなに上がってて、それはすごい興味深いなと。今 M マップの使い方で、はい、ちょっとずつ変えるとあんまりこうなんていうの便利だけど使い方間違えるとファイル書いてるから、いや書いてないんですよね。実際裏でもカーネルが監視してる。そうそう、だから直接書く単位とは直接絡みがないんじゃないかなと思うんですけど、それこれでメモリー書く単位とは絡みがないんですよ。ある程度の範囲にしたら早くなるっていうような、それは内容の記事がなってまして、もし大きく書く場合はそういうのを意識してやると早くなるのかなと思ってますけど、ちょっと私が実験したわけじゃないなとも言えないですけど、ちょっとそれはおそらく状況によると思うので、いろんなところの条件を詰めていかないと、多分なんか万能でこれやればいつも早くなるとかいうものではなくて、それはその通りだと思います。今回の僕のシステムでいうと、
まあ、あの勝手に書いておいて、要はカーネルが空いたところで勝手に書いてくれるし、はい、多分ポイントはあの落ちた時に必ずアンマップが入るからそこで書かれる、はいはいはい、そこが、まあ、今回はポイントだったと、はい、だからログシステムでずっとそれするとっていうのがファイルに書かれるんです。結局スケジューリングがちょっとされるのかなっていうところはちょっと、ね、あのシステム全体としてはあのちょっと遅くなるかなっていうのがちょっと気になったんですよ。それはもしかしたら定常的にファイルに書き続けたいっていうそういう用途の時ですかね。そうそうそう、ログを要は取りたいわけ、要するに全部のログを取りたいっていう、そっちの不具合の時に、はい、できるだけ環境変えたくないじゃないですか。あ、環境変えたくないけど、ね、結局プリント F の裏、まあプリント F というか、スプリント F の裏で動く環境変わるわけですよね。そうですね、まあ、でもそれはしょうがないかなという気がします。これもやっぱりカーネルに依存するわけなんで、そのカーネルは元気に動いていくが前提です。要はだからカーネルのすらも不安動くよ不安定だとすると、もはや何も新人力ができないのでこれは再現性だけの問題です、はい、これは一応カーネルはちゃんと動いていて、その対象のプロセスだけがおかしな動きをしているときには多分役に立つんですけど、カーネルすらなんか信頼できない状態だ と、 ちょっともうちょっとシステムワイドな部分で何かやらなきゃいけないみたいなというふうには思いますけどね。そう考えそのファイル企画というところにパフォーマンスもシビアなものであったりとか、うん、でするんであればやっぱ軽メッセージ使うのもやっぱ手なのかなと今議論させてしながら思ったんですけども、やっぱりファイルの IO で引きずられることはあるのかなと今ちょっと思ったんですけど、どうなんでしょうね。で実際に私が作ったこのリングバッファーっていうサイズって一応可変ですけど、だいたい常用したのは128KB、そんなもんなんで、それをそのサイズをファイルに書くのに遅いとか速いとかっていう、そこまでの微妙なところだとするとあまりにシビアすぎるなと。ギガバイトの単位だったらもう少し速度が起きるかもしれないけど、そんなところではないかなと思います。あのそれってバッファーキャッシュのサイズとか、要はバッファーキャッシュがどのタイミングに出したらいいかに依存する話なので。ああそうですよね。だからあの速い単位に 128KB ガン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 書いて、結局毎回ダーティーになっていて、でそれを減らしたりかは結局はあのカーネルの中のタスクによって変わってくるので、だから実際に本当にファイル IO まで落ちるかどうかっていうのは、その時のシステムの状況やどういうコンフィギュレーションをしてるか、バッファーキャッシュのディレイのライフタイムがどのくらいするかによって変わるかな、あまり定常的にこうだっていうのはないと思うんですよ。そうですよね。だからあのバッファーに書き続けた時にどれぐらい の、 あのこうタイミングでファイルに反映されるかっていうのは完全にカーネル任せ でもしかしたら全然反映されてないかもしれないし、実は非常に頻繁に反映されてるかもしれない、それは分かりませんけど、まあ、それだからあの主要あのマニュアルにはあのいつも同じになってるとは保証しないよと書いてあるわけで、でもまあ、 あのアンマップした瞬間っていうのは一応最後に1回はあの書き込まれるという、おそらくあの私のケースだと本当に途中はおそらくファイルには書き込まれてないだろうと思いますので、まあそんなガンガンではなくて、まあおそらく今の場合だとたかだか1回ぐらいじゃないかと思いますので、はい、ケースバイケースで、まあ、ただ確かに今注目してるやつが1個ならそうだけど、 ものすごいたくさんのプレスを同じように考えてたらもしかするとそういうことが起きるかもしれませんね。動かしているたくさんのプロセスを同時に動かしていて、たくさんのプロセスのログを同じような仕組みで取っていたら、まあ、そういうことではあるかもしれないですね。はい、他どうでしょうか。はい、じゃあ私のセッションはこれで終わります。どうもありがとうございました。どうも。